5回目になりますが、2巻を読んでいますが、今回は第4章になります、はい。知識人のたしなみという、証題がついております。で、実はこの章は大変面白い章です。で、個人的にね、最初に書いておきましたけど、この章は著者も初めにで、言い訳を言っているように看板に偽りありで、あ、というか、あの、ギャンブルのショーは前回で終わりです、はい、ここからはもうギャンブル出てきません。で、しかしこれにはですね、第2巻ギャンブルゲームの変遷って書いてあるんですけど、はいはい、ですが、あの、まあ、まあ読んでみて分かったのは、やっぱりギャンブルゲームのルールは読んでも面白くない、面白くないあのカードめくって2枚めくってどっちが大きいかみたいなのを詳細に語られてもなあという感じ。結局その読んでる側がどうしてもどっちでもいいという気分を拭いされないという問題があるわけですでこの章はですね、ギャンブルゲームではさらさらなくですね、まんまトリックテイキングゲーム、トラッポラというゲームの話です。ですが非常に面白いです。それだからかもしれないけど非常に面白いです。で、まず最初にね、名称からして、まあ、黒宮さんらしいんですけど、トラッポラなのかトラパラなのか、綴りが2種類資料で出てくるんですね。 P が、重なるとトラッポラですが、重ならないとトラッポラです。でね、この名称問題は意外に大事な問題で、要するに最初はトラッポラではなかったかというような話が出てきます。で、15世紀か少し後の、まあ、15世紀ですね、のベネチア近辺が発祥の地と言われます。で、15世紀のゲームってのはね、非常に残ってないんですよね。だからトラッポラっていうゲームも、ボードゲーム、トランプゲーム勉強会で、ちょっとね昔やったなと思って記録見たら第2回の時にやったんです。もうボードゲーム、トランプ勉強会もですね、月1でやってますけど50回近くやってますので、もう何年も前にやる。だから、まあ、古いゲームとして、有名なゲームです。で、当時の記録を見ると、よくできているような大味のようなゲームだみたいなことが書いてあります。で、それがなんでそうなったかはこれからちょっと説明していきます。それでですね、15世紀かその後のベネチアかが、ベネチア近辺が発祥の地なのはいいんですが、17世紀にはもうなくなっちゃうんですね。17世紀初頭には消滅したゲームです。で、消滅したゲームの復元をしているわけですが、例によってその消滅したゲームの復元がいかに大変かというのは、私もあの、バンスゴロクを発掘して やってますが、非常によく感じているところです。で、よくできたなという感じですけども、それにはいくつか理由があってですね、いかになされたかっていうところがですね、あの、書いてあるわけですが、非常にこれ推理小説を読むみたいでですね、大変に面白いです。で、これでキーになるのはですね、要するに後継ゲームがあるんですね。それから、トラッポラはですね、専用カードが作られてるんですね。この2つが非常に大きいです。で、専用の道具が作られるとゲームが残りやすいっていうのは、この前に出てきた、ポホもポホブレッドっていうこの穴の開いたあれがね残るので、あの、逆に道具から、ルールが推察できる。だから現代でいうと、クリベージュはクリベージュボードって道具がありますけども、まあ、クリベージュは現在ルールがよく分かってるけど、あれが分からなくなっちゃってもクリベージュボードが掘り出されるとなんか誤解されそうだけど、これはこういうゲームなんじゃないかなっていうのを、なんか断片的な資料からでも道具があると復元しやすいということでですね、このトラッポラに関してはトラッポラカードというものの存在がですね、一つキーになって、17世紀にはもう17世紀ってのは300年前ですから、に滅んでしまったゲームが、現代に、まあ、蘇るって、本当に蘇るかったかどうかちょっと怪しいところもありますが、という非常にあの面白いケースになっています。で、もう一つは例えばですね、シャンポリオンが、ヒエログリフを解読したと。で、大きな材料になったのは
もちろんロンドンの大博物館にある有名なロゼッタストーン、ロゼッタストーンが道具に当たるわけですよ。でもシャンボリオンがやっぱりね、ロゼッタストーンだけではやっぱり滅びてしまった言語が解説できなかった。じゃあどうやって、古代エジプトの言語をそれらしく復活できたかというと、やっぱりコプト語という言葉の存在があって、コプト語というのはコプト教という独特のキリスト教徒教を信仰してるんですけど、結局ある意味そのエジプトの古代エジプトの末裔なんですよね。だから使ってる言語がかなりその古代エジプトの、文法とかそういうところで単語はかなり違っちゃってますけども、なんか継承してるんですね。それとヒエログリフを照らし合わせて推理したみたいなのがあるわけです。だからそれが一つの例のように、このトラップラの復元にはトラップラの公園なるゲームが結構あちらこちらの地方で見つかるんですね。17世紀に滅びたっていうんですから、メインストリームはもうないんですけども、実は特に中央ですから、オーストリアとか、ルーマニアとか、そういう中央あたりにですね、チェコとかね、辺に伝わるんですね。でそれが残ってると、それを掘り出してきて、そのゲームと結びつけて復元したっていうところがこのルール書いてあって、それの過程がとても面白いです。で一番最初に出てくるのはフンダートシピール、100の遊びっていう意味ですが、これは18世紀末から19世紀前半ですから、もう滅んでしまってから100年以上経ってるわけですけども、にオーストリーおよび南ドイツでその頃遊べられてきたフンダートシピールっていうのを例のダムットが見つけてきてですね、これが、トラップラの末裔と見なせるんではないかということです。じゃあなんでそのフンダートシピールというゲームがトラップラの末裔と見なせるかというと、トラップラ用カードを使って遊ぶのがこのフンダートシピールなんですね。でトラップラ用カードというのはどういうカードかというとですね、これです。この表紙に、これがトラップラ用カード、まさしく、表紙にあって、スーとかですね、イタリア風の剣と、コインと聖杯と、あとは棍棒ですね、棒バトン、このトラップラ用カードをなんですが、枚数がまた面白くて36枚です。36枚っていうのは、セミショートパックとか言いますけども、意外に少ないです。我々が普通使ってるトランプは52枚ですが、ジョーカーのことは考えない、52枚で、これがスペインに行くと、スペイン、ポルトガルは48枚なんですね。でイタリアに行くと40枚で、ドイツに行くと32枚なんですけど、36枚ってカードはね、スイスとか一部ありますけども意外にないんですね。で、スイスやなんかの36枚のカードっていうのはスイス風のスートです。つまり、鈴と、葉っぱと、じゃあ鈴と盾と、花と、もう一つ何、ハート、のハートじゃないな、ハートはどっちか、とにかくスイス風のスートなんですね。ところがこのトラップラ用カードってのはイタリア風で、スイスやなんかで遊んでるんですよ。ところがね、イタリア風のスートなんです、で、ランクはエース、キング、ケニーね、キング、クイーンじゃなくて、オーバー、騎士って書いてますけどね、騎士と、兵士、それから19872ですね、すごく面白い、配列です。6から3がないんです、で、最初にこれに言及したカルダーノは普通のパックから3から6を抜くって書いてあるんです。これが非常に大きな証拠で、そもそも、イタリアでその頃ですね、52枚の今の40枚じゃなくてね、今のってことないか、今の今は52枚ですけど、ちょっと前の40枚ではなくて52枚のカードを使ってたってところがまた一つ面白いんですが、そこから36枚にするために3から6を抜いて使うっていうふうに、カルダーノが記述してるんですね。じゃあなんで2を残したか、普通、36枚にするならば2から5を抜くのかな、にすればいいのかな、にすればいいのに、
3から6を抜いてるんですね、うん、その不思議さがちょっとあります。それからあと面白いのはですね、このフンダートシピールではエースが6点、キングが5点、まあ、クイーンに当たるオーバーが4点、ジャックに当たるウンターが3点で、それ以外が0点という72点っていう非常に特徴的な、点数配定をしています。これは、イタリアのゲームでもスペインのゲームにもない。それから、スカートにちょっと似てますけど、スカートとも違う、どこにもない配点です。でこういう特徴的なゲームのフンダートシピールっていうゲームがオーストリアや南ドイツの一部で細々と遊ばれてるのをダムットが見つけてくるわけですね。でこれはあの、19世紀前半までは遊ばれていたと思います。でそこに書いておきましたけども、このカードはこういうイタリア風で、そこに書いてあるけどね、トラップレアオカードとは AK オーバーウンター19872とイタリア風スート、これね、という極めて特徴的な構成をしていると。でそれはこのゲームの構成にぴったりです。で、まあ、このゲームのために作られたような構成なんですね。でこのゲームは4人あるいは3人のノートランプのトリックテイキングゲームであり、カードはエース6点、キング5点、クイーン4点、ジャック3点、それ以外0点という非常に特徴的な点がある。特徴的な点のところに米印を打っておきましたけど、これが後から繰り返し出てきます。また手役はね、この、絵札の3カードや4カードが最初からだと手役なんですがあって、それからもう一つ面白い特徴はですね、最も弱いカードの2でトリックを取ると大きな得点になります。こういう側に一番弱いカードで、トリックを取ると得点になるというのはタロットにありますね。タロットではパガットウルティモというのがあってですね、一番弱い切り札の1でラストトリックを取ると大きな得点になります。だから何か関係があるのかもしれない。それから2を使うことの意味がちょっと出てくるんですね。これが一番弱いのが6で、6で勝ったら大きな得点になるでもいいんだけど、2にするともっと分かりやすいじゃないですか、っていうようなことが言えるわけです。でそこまでがダムットが復元したんですけど、その後ですね、カルダーノと同じパドバ大学出身のバリエルっていう人の手記が見つかるんですね。この手記を見つけた人はキッセルっていう、まあ、現代の人ですけど、キッセルという人が見つけて、このバリエルっていう人はカルダーノより30歳下だそうですが、キッセルも、ダムットよりそのぐらいしたのかな、まあ、若くてもいい年だと思うんですけど、研究家が見つけたんですね。で16世紀のルールの、16世紀のルールの復元が信憑性を持ってできるようなんです。で16世紀ベネチア共和国で16世紀前半で、ね、やられただろうというルールを、これはダムットとクロミアさんが推測尽くして、いろんな式やなんかを継ぎなぎ合わせてですね、復元しています。で16世紀のベネチアで行われていたトラポラはです、トラポラはですね、2人マシまたは3人の36マシを、ここ大事ね、36マシ用のトリックテイキングゲームで、2人の時は手札と山札の交換ができるのが特徴です。でエースが最強となり、スートによる強弱の逆転は解消され、つまり、当時16世紀のゲームっていうのはハートとダイヤは数が小さいほど強く、スペードとクラブは角が大きいほど強いっていう、厄介なルールがですね、生きてたわけです。というか、まあ、そういうゲームが、まあ、オンブルなんか見ればそうですけども、そういうルールが主流なんですね。ところがそれに非常にモダン、時代を考えるとちょっと時代錯誤じゃないかと思われるぐらいなモダンなルールがここに入ってきたわけですね。エースのスートにある強者の逆転は解消されてですね、しかも弱いカード、この場合は一番弱いカードですが、弱いカードで勝つと大きく得点してラストトリックが特に重要になる。でということでですね、この、それより、何百年先、それより200年ぐらい後の上の、フンダートシピールにそっくりなんですね。でそこに書きませんでしたけども、褒め印打ち忘れましたけども、実は点数がですね、エースが6点、キングが5点、クイーンが4点、まあ、ジャックが3点っていうのがね、このトラポラもそうなんです。もっとも後からのルールで復元したからそうなったという見方もできるかもしれませんけど、で、そういうのが復元して今みたいな、私が言ったみたいな、そういう疑いもあるので怪しいんですけども、その後ですね、ボヘミア地方や、
シレジア地方のゲームがまあ見つかるわけですね。でボヘミア地方にブルカというゲームがあってですね、これは17世紀後半から19世紀で、現在では遊ばれてないそうですけども、それでこれは、よく似てて、これもですね、本質的に2人のノートランプのロジックテイキングゲームで点のあるカードがあると、それは例によって6点5点4点3点それ以外0点という特徴的な点です。で一部の手札を山札と交換できるのはトラポラの復元ルールとよく似てます。3人また4人でやる場合はブルカというポットを用意する、ブルカにチップ入れてそれを勝者が取るって、唯一ここがですね、ギャンブルゲームといえばここがギャンブルゲームです。それ以外は全く取り手です。で、ブルカの後にですね、今度はシレジア地方に、これは新しいです。最近までやられたそうですけど、シュパーティーというゲームがあってですね、これはシレジア地方ですね、これは3人また4人のパートナーシップでゲームで、ノートランプのトリックテイキングゲームだけども、フォローにルールにタロットの影響が見えます。つまりマストフォローですが、フォローできないときはマストラフ切らなきゃいけないと、で強いカードで出せるときは肩下げないというような、そのタロットによくあるルールが入ってます。で使用カードやは36枚、それからカードの点数は例によって6、3、2、6、5、4、3、などはトラップロの特徴を色濃く残してるんです。でこれはつい最近までやられたんで、確かにそういうゲームだってことが分かる。さらにですね、現代でも遊ばれてるゲームが見つかるんですね。これもそのなんだっけな、キッセルという人が見つけたと思うんですけども、それはストフカーラ、これはね赤木さんの方に乗っかってて、私もストフカーラっていうルールですね、ここはストフカーハーラって書いてありますけども、まあ、綴りを読むとどっちも読めるような気がするんだけど、赤木さんはストフカーラっていうルールで説明していて、ルールちょっと微妙に違うんですけども、一応書いてあるルールはそこに書いてあるのによく似てます。これは現在遊ばれています、ルーマニアで、現在って言ってもね、その言ってる現在が1990何年ですから、本当に2023年の現在遊んでるかどうかわからないんですが、ルーマニアのシュミッツェ村という村でですね、4人のパートナーシップではなくて、ほとんど同じルールで遊んでます。ただし使うカードはエースキングクイーンジャック1987です。2は使わない、を使うというところが違います。でしかもマストラフですということでですね、流れが分かるのはどういうことかというとですね、トラポラというゲームが最初にあって、それがベネチアでは非常に流行したらしいと、それが、17世紀になっちゃうと滅亡して遊ばれなくなった。ところがいわゆる中央ですね、あそこが出てきますね、ユーゴスラビアのあそこはなんだ、セルビアとかね、あの辺が出てますけどとか、ルーマニアとか、それこそシレジアとか、チェコとかスロバキアとか、あの辺にはですね、の田舎に残ったんですね、ゲームがね。それでその田舎のゲームを調べると、さっきから何度も述べているように36枚という特徴と、カードの点の特徴というのと、それから弱いカードで勝つと得点になるというようなことが非常に残っていると。だから、多分トラポラというゲームの、末裔であろうと。それと何回も言ってますけど、トラポラ専用のカードね、エースキング、アスカ K に比オーバーウンター19872という構成が残っているので、このなんていうかな、伝播の細かい筋道は分からないんだけども、結果として細かそういう側に伝わっているということがこう推理できるということです。それで、結論ですが、言わんとしていることはですね、このトラッポラというゲームはものすごく画期的なゲームであると。でまず、エースを一番強いカードとして、固定していると。でこれはですね、非常に早い時期なんで、後オンブルやなんかはね、違うルールな、オンブルもエースは特殊なカードだから強いんですけども、スートの逆転なんかはオンブルでは復活しちゃいますけど、トラップラではスートの逆転を捨て去っていますね。それから、弱いカードがで勝つと大きな得点があるっていうのは、ずっと
時代を経て残っていきました。それでこのあのなんだっけな、記録をした初期に記録したカルダーノっていう、まあ、有名な数学者というかギャンブラーというかギャンブラーで数学者なのか数学者でギャンブラーなのかよく分かりませんがその人 の、 偶然のゲームについてかな、サイコロゲームについてかの本によるとですね、これに書いてあるんですけど曖昧な形でルールが残っているんですが、このカルダーノという人はですね、パドバ大学なんですね。パドバ大学出身であると。それから四季が出てきたバリエルも、パドバ大学だと。それで非常に面白いのは2人ゲームであるっていう概念に書いてるんですが、2人ゲームをどうやるかというとですね、2人に9枚ずつカードを配るんです。で、9枚ずつ配ったらノンディーラーは自分の手札に満足しなかったらその9枚を捨てて山札から9枚を引くんです。で今度はディーラーが自分の手札が気に入らなかったらそれを全部捨てて9枚引くんです。気に入れば使っていいんですけど、でその時点で何が起こるかというとですね、お互いに全てのカードの半分を知ってるわけです。でプレーを始めます。でプレーはトリックテイキングゲームで、まあ要するに点を取ればいいからエースやキングがいいカードですが、ノートランプですで やるので言ってることはどういうことかというと非常に緻密なゲームになっていると。で、まあ、これは黒宮さんの想像も入っているんですが、このトラッポラというゲームは多分その辺のインテリがですね、当時のインテリが発明した考案したゲームではないかって推測しています。あくまでも推測ですよ。ということはですね、非常にゲームが合理的であるのと、それから技術の要素が非常に発揮され、カードをしっかり自分の取り替えたカードをしっかり覚えていて、しっかり覚えていてですね、まあ、相手のカードが推測できるから、うまくリードして相手の点を取って、しかも、まあ、2がエスタブリッシュだと思ったら2で出してそれで勝つと得点になりますから、そういうことが要求されるような非常にこの緻密なゲームになっている。で、これは黒宮さんの、かなり独断ですが、だからこれは、そうやというに自然にできたゲームではなくて誰かが意図的に作ったゲームじゃないかというわけで、一応名前が上がってますけど、そういう人ができたじゃないかというかにな推測をしています。で、あくまでもこれは推測ですが、面白いところが2箇所あってですね、1箇所はですね、1つは黒宮さん自身がゲームをトリックテイキングゲームを作るんですね、なかなかいいゲームたくさん作ってます。やっぱりね、創作者としての、ね、視点が見えるんだよね。でね、なるほどと私なんかは説得されます。だから証拠があんまりないのでね、情報証拠ばっかりなんですよ。ただしそのカードの点数を、エースは6点、キングは5点、4点、3点みたいな面白い配列にしたり、弱いカードで勝つことが非常に大きな得点になるので、わざと2を入れて、7ではなくて2を入れて、面白いことに最後のストーブカーラーでは戻っちゃったんですね、7にね。でもはっきりそれやっぱり7で勝てばいいんですけども、6で勝ちゃいいの、まあ、とにかく小さいカードで勝ちゃいいんですけど、7かで2で勝つといいっていうようなねところが分かりやすいじゃないですか。だから設計者の理論論理じゃないかって言うんですね。で、まあ、それはいいとして、エースが一番強い、それまではキングが、タロットそうですけどキングクイーンジャックという順ですが、エースが一番上に来るのは、現在の我々もエースが一番強いのを使っているの で、エースが一番強くなった最初のゲームだということになってますので、それは定説ですので、このトラッポラというカードゲームはですね、そういう最初の革新をしたゲームで、その影響は我々も得ているということですね。それからスートの逆転をやめた、これは当時の主流やタロットやオンブルなんかはずっとそのひっくり返すのを踏襲しててですね、それが晴れるのはやっと18世紀になってからですけども、ずっと呪縛されてるわけですけども、だってウンスンカルタもそれだもんね。というわけで非常に大きいんだけど、かなり早い時期にそれをやめてると。現代のフランスはタロットカードもね、赤いカードもちゃんと数が強いほど、まあ、それが合理的だと思うんですよね。
なんでそんな変なルールを踏襲してたかと思うぐらいっていう具合にですね、非常に何ていうかな、創作者の観点が入ったので、多分これを創作しトラップラを作った思いついたっていうかやっただろうに対するすごい親近感を持って、ね、熱を入れて帰ってるのが一つ。もう一つですね、出てくるいろんな人、特に現在トランプの第一人者はドポリスっていう人ですけど、ドポリスの引用はいっぱい出てくるんですけども、私はドポリスっていう人は昔から名前を知ってて、それはですね、今から40年前に、当時 のエヴァさんから最近ドポリッツという若手の研究家が頑張ってんだよって聞いて、当時若手ですから40年前の若手から今何歳か知らないけど、だからまあ現在の第一人者ですね、ドポリッツと手紙やりとして、手紙ってメールでしょうけど、メールやりとして、それからさっき出てきたキッセルという人もね、ともメールやりとして、以下キッセルの指針によるとか書いてあるんです。だからね、これ現代の研究家がね、まあ研究家って世界に何人いるか知らないけども、そんなに大勢じゃないんだけど、やっぱりまあネット社会だからこういう連絡もうまくいってね、やっぱもちろんマクラウドが出てきますから、ジョン・マクラウド、パガットのね、管理人、はい、だからそういう人たちが出てきて、やっぱり研究家同士がね、遠く離れていても今やっぱりそういう研究が進んでるんだなっていう現代の研究の在り方みたいなのをすごく感じてね、とてもこれは面白い賞でした。まあ、報告としては以上ですが、ご質問があれば。あ、それで大事な話、それで昔々、赤木さんの説明で、やってたルールと、ここで復元されてるルールは微妙、一点違うんですよ、うん、でね、それがね大きくてですね、どうしてかっていうと、昔はねどういうルールかっていうと、ディーラーの相手はですね、カードが気に入らなかったら全部捨てて9枚引くと、それも気に入らなかったら9枚捨てて全部引くということができる、ということはディーラーの相手はこっちの手が分かるんですよ、ところがディーラーの方は分かんないの、で非常にそういう不均衡なところがあるので、かなり大味のゲームだなっていうかに感想に書いてある。ところがこのあれは違うのね、自分で9枚やって残り9枚やるっていうんだから、こっちの元のルールと思われる方が面白いんじゃないのっていう風に言って、これでやってないんで分かんないんですけど、それでですね、現在 の2人ゲームの方を田中さんが出したので、あれもトラップラが出てるんで見たらですね、その最初に聞いたような変え方をするんだけど、見せて変えるって書いてある。だから要するに、カルダーノみたいな、まあ、割と数学者ですから、まあ、ちょっと怪しげな数学者ですけど、惚れ込んだようなゲームなんで、非常に ロジカル でカルダーノははっきり記憶と推理がこのゲームで物言うから、このゲームはいいゲームだって書いてあるんですね。2人ゲームで3人ゲームになるとそういうことやらないので分かんなくなるから、2人ゲームおすすめみたいに書いてあるんですね。だからそういうところがね、非常に現代でやっても面白いんじゃないかと思うので、今度はこのトラポラルールでですね、トランプ勉強会で、次回のドラマでやってみようと思います、はい、で終わったらですね、その報告しようと思います、うん、結構面白いゲームになってるんじゃないかな、面白くてもいいんじゃないかなって思います、うん、っていうことで、この賞は非常にいろんな意味で面白かったですね。トランプとか言いないけど、古いゲームを復元するためにどういうことをするか、どういうことができるかっていうような話がいっぱい出てくるのと、それからその信憑性がどの程度かみたいな話が出てくるのと、あとはっきり言って、そのカードの枚数だとかカードの構成だとか全部同じだからね、これは素人が考えてもみんなこれ同系統だろうなみたいなのと思います。あと最後に出てきたそのストブカーラーですけども、これはですね、ルーマニアのシュミッツェ村でやってるんですけど、ルーマニアのシュミッツェ村ってのはどういうところかっていうと、これに書いてありますけど、これは赤井さんも言ってたんですけど、チェコからですね逃げてきたんですよ、で住んで、今度はだんだん、まあ、ちょっと今度はルーマニアの状況が厳しくなってくる、どんどん帰っていくと、それでまあ、なんていうかな、取り残されたような村らしいんですよね。だからそういうところだからこそ、そのなんていうのかな、シーラカンス的に昔のゲームが残ってたっていうのと、
それから村ってとこにね、仲良し村ですから共感を覚えて、ね、世界中でここしかやってないゲームここしかやってないゲームが取り残された小さくから非常に何ていうか共感、私も共感をしましたので、はい、だから後は彦根村とかなんかそういう感じの以上でございます。何かご質問あればどうぞ。民族怪しい漫画みたいなのに残ってるような村ですけど、ね、そう消えられるような村だからね、落ちうど部落みたいな感じ。15世紀に多分生まれたらしくて、はい、で16世紀、17世紀に聞いてるけど、はい、トロプラとして16世紀にまた出てる。だから記録としてね、うん、それでゲームとしてはどっちかっていうと、どれですか、ブルカ16世紀前半にトラポラというのがまあ記録されて、でもっと前から多分あって、そうそう15世紀にあって16世紀前半に記録されてるんです。それがもう16世紀後半から17世紀になると消滅者、うん、トラポラとして存在してた期間はかなり短いと。だからまあ下手すると数十年しかっていう感じですね。これを見る感じだね。それで非常にカルダーノは気に入って、非常にいいゲームだっていう具合に言ってるんですね。で、論理的、記憶力と推理力が試される論理的なゲームだみたいな言い方をしてるんですね。まあいいゲームだから周辺に広がったんだと思うんですけど、ただね、ここに知識人の表題にたしなみって書いてあるでしょ。多分ね、一部しか広まらなかった。ああ、まあそうです。だから庶民が広く遊ぶゲームではなかったんじゃないかということです。だから、まあ、大学で、ね、それで思いつくのがね、大貧民って私1970年に覚えたんですけど、それどうやって覚えたかっていうと、私トランプゲーム好きだからいろいろやってたんだけど、大学の2年になった時に、私69年入りましたから70年に後輩が来たんです。で、後輩っていうのは要するにこの間高校卒業して大学受験できた、だから18歳ぐらいの女子学生に、こういうゲーム知ってますかって言うから、私は初めそんなの聞いたことないって言うんで大貧民をさ、でこれは面白いゲームだけどね、私いろんなトランプゲームやってるつもりだけど、やったことない、どこで覚えたのって言ったら、東大の学生に教わったって。でそこでね、追求していけばよかったんだけど、じゃあ誰に教わったのって聞いて、そこで連絡して、あなたは誰から聞きましたって聞くとね、当時ならね、うん、終えたかもしれない、終えたかもしれない、ね、でも私はそういう時はそういう興味はなかったので、うん、それでですね、まあ大移民は非常に広まってね、で大移民はトラポラに比べれば入りやすいゲームなので、今でも音への人気あるけど、トラポラはかなり理屈っぽいゲームなので、遊ばれなくなったのもなんとなく分かるんですよ、うん、バンソロクが遊ばれなくなったみたいな。バンソゴロクっていうのはエースゴロクが広まるにしの反比例的に廃れていっちゃうんですけど、なんていうか屋敷についたんじゃないかなと思うんですけど、それでずっと後に現代でも割と問題になりますけど、今から20年とかぐらい前にその大貧民の起源が存廃になった時に話題になった時に、今はなき丸尾学さんというパズルの世界でちょっと有名な人ですけど、がこれは東大の学生が考えたんだよっていう話をしてたの。でその時もね、それね、どのソースなのって追求すればよかったんだけど、そういう興味があんまりなかったんで、聞かなかったんだけど、丸尾さんも亡くなってしまったんで、よくわからない。一応でも今の説は多分丸尾説で通ってる感じですよね。そうそうそう、60年代の半ばから終わりぐらいに東大の学生グループでなんか発明されたっていうのが定説になって、でも本当かどうかは分からない。だから私が70年に聞いた時に追求すると、本当か嘘かも含めてね、かなり隙間だ、創作者近辺まで行けたんじゃないかと思うとね、まあ創作なのかどっかからし、そのまた元があるのかちょっと分かんないですけどね。だからそのパドバ大学とかいうのもなんとなくね、パドバ大学のインテリが遊んでて、結構知的なゲームを考えたよみたいな、でその考えたと目される人の名前がトラポラに近い名前なんですよ。何だったかな、それはちょっと後で見ますけど。でトラポラってね、トラポラって現在のイタリア語では罠って意味なんですけど、トラップなんだ、トラップなんだけど、トラポラは違うだろうと、うん、だからと
笑い要素ないですね。笑の要素ないからね。だからそれを黒宮さんは推測してて、その、パド大学で、誰だかな、まあ後で迎え確認して後でネット上げておきますけど、ちょっと名前が近い名前です本当に。だからそこまで言ってないですよ、うん、黒宮さんがそこまで言ってるわけじゃないけど、ちょっとそうも読めるような感じがしました、うん、はい、以上でございます。時代背景見ると結構面白いんですけどね。え、いや、この時代のベネチアってなかなか面白いですよね。面白い、いや、15世紀半ばって東ローマ帝国が完全に滅亡した都市なんですけど、はい、そこからわーっと資金来るわけですよ、イタリアに。あのね、やっぱりね、東西貿易、要するに東洋との貿易でね、ベネチアはものすごく、時間はベネチアの方に来ちゃうんですよ。でですね、あと面白いのは、ね、やっぱり文化的中心だね、うん、それでシェイクスピアのベニスの商人とか、シェイクスピアの作品を読んでるとね、面白いことはね、あのシェイクスピアって今だともうね、そういう演劇なんか神様みたいな人だけど、作品を読んでみるとね、あのイタリアコンプレックスなんだよね。あ、ありますね。ある。でね、やっぱり当時の文化の中心はイタリアであってね、まあイギリスなんて辺境の田舎なわけですよ、だから田舎の、田舎芝居の作者が書いてるわけですので、だからまあベニスの商人ですよね。だからそういうところでね、やっぱり文化的に非常に高いって感じがあったのと、まあ、商売で儲けたのと、あと共和国ってことでね、まあ、王様がいない国ですよね。そういうあたりで、まあ、自由な雰囲気があったのかどうかとは思うんだけど、そういうゲームなんかやっててもいいのかなみたいな気がします。トラポリンですね、ピエトロ・トラポリン、トラポリン、はい、1494年9月から、パドバ大学で、まあ、なんか数学を教えた人、まあ、なんか15世紀末、だという話ですね。だから その人だとは書いてないけど、なんか名前似てると思いますね自分の名前つけるかどうか分からないですけどね。だからまあ言わんとしてることはね、作者がいたであろうと、意図的に作ったゲームじゃないかと。で、意図的に作られたゲームとしては第1号なんじゃないかみたいなことをちょっと言ってますよ、ね。でその、教育目的で大学で作られたという説は、黒宮さんの独創というわけでもなくて、はい、ここに、まあ、書いてあることですけども、黒ブシツキーさんという人がいて、あ、なんかそんなのあったな。でその人があの、まあ、主張ですと、あ、そうだそうだ、はい、そんなこと書いてある。なので、まあ、だから、まあ、だから黒宮さん的な言い方をすれば、黒宮さん一人の妄想というわけではないなるほど、少なくとも二人の妄想、二人の妄想である可能性は高いと、ことですね。で、まあ、このゲーム多分やってみると結構しんどいと思うんですよね、うん、9枚で、まあ、基本ハンドを変えるか変えないかともかくとして、9枚の伏せを全部覚えているのが前提のゲームですよ。でそれでかつ残りの全カードは、まあ、18枚はうち9枚が、まあ、持たれているっていうことを念頭に置いたままこの9枚を記憶してプレイしなきゃいけないので、でかつトリック的ゲームですから、ね、というわけで17世紀にアホロンだと学びるでしょうね、でもその脈々とね、その中央のあっちこっちの村には残ったと。でもまあ残ったルールはなんか3人になったり4人になったりしてるわけですね。だからだいぶ一番シビアなところがね、なくなってる、軽くなってる。まあ大体ベネチアに縁のあるところが、攻撃ルートのように残ってる感じですよね。そうですね。で、あと面白いのはそのトラプラ用のカードっていうのが、この推理の非常に大きな根拠になって発展かな、残ってるんですけど、イタリア製じゃないらしいんですよね。だからイタリア製じゃないのにイタリアのスーツを使ってるから、だからまあトラポラ用カードと言ってるだけあって、トラポラ用の本当に専用カードですね。だから今の日本でいうと地方札、越後花が越後のルールでやるのに向いているような、金彩銀彩が施されているような、そういう雰囲気がしますよね。このトラッポラ、ここに写真してるのは19世紀の、複製カードですが、オーストリアのカードです。ベニシアからオーストリアってそれ近い、ね、まあ、近いですよ、近いって言えば近いね、近いは近いですけど、でもこれは明らかにイタリア風のスーツですからね、